はい、皆さんこんにちは、ワンダルミルフィッシュです。今回はエアタイクーン4を続きプレイしていきたいと思います。プレイのコンセプトはですね、すでにこのシリーズをご覧いただいている方ご存知だと思うんですが、男の楽園都市と東京を結ぶということで、タイだとかマカオ、シンガポール、こういったところをね、これまで就航してきました。あとヨーロッパでは FKK のメッカ、場所で言うとこちらフランクフルトにも就航させました。今回はですね、実はちょっとそのムフフな男の楽園都市とは関係ないんですが、ちょうど今日の夜からですね、奥さんとロサンゼルスの方に、年末年始を過ごすために、遊びに行きますんで、全く楽園都市とは関係ないんですが、東京とロサンゼルス便を就航させていきたいと思います。ではまず成田とですね、実際には羽田空港から今日は行くんですが、ロサンゼルスの国際航空までの距離ちょっと見ていくと 8819km か。じゃあ 8819km 飛べる航空機を買っていきましょう。この辺のボーイング737シリーズはどう見てもちょっと距離が足りないかなって感じですね。となるとやっぱり747になっちゃうんだよね。747の 400F の方はというと8230、ああ、航続距離がギリだな。ギリだとちょっと怖いんで、747-400の方を買っていきましょう。一機発注していきます。ロサンゼルスの方は何回か行ったことがあるんですが、同じホテルにほぼ毎回泊まってるんですけど、今回はですね、ちょっとツイッターとかの方でちょいちょいお話してるように、筋トレをですね、最近結構しっかりきっちりやってまして、ホテルでも隙あらば、ジムに行って筋トレをしようかなと思ってるんですけど、その他はですね、ディズニーに行ったり、ユニバーサルに行ったり、街をフラフラしたりと、本当にのんびり、休暇を過ごしてこようかなと思ってます。では早速就航させていきましょう。やっぱりその年末年始だけあって、飛行機代はそれはそれはかなりびっくりするお値段だったんですが、やっぱり奥さんとね、2人で遊びに行くってなると、やっぱり年末年始、ゴールデンウィーク、お盆ぐらいしかやっぱり、取れないというところもあるので、2人合わせて長期の休みを合わせて取るっていうのが、ちょっとねお金はかかるんですが、ここはお金ではなく夫婦の時間を過ごそうということで、ロサンゼルスの方に行ってきます。で、そんなこんなでですね、ちょっとツイートの内容もいつもツイートしてるような内容とはちょっとあんまり関係ないというか、なんていうのかな、かけ離れた内容のツイートになってしまうかもしれないんですが、ツイートの方もね、やっていこうかなとは思ってますんで、よかったら引き続きツイッター見ていただいてる方はツイッターを見ていただいてですね、いや全然ツイッターなんて見てないよっていう方も、これを機にちょっとねツイッターの方も覗いていただけると嬉しいかなと思います。で、機内サービスの方は軽食はクラッカーとマフィンで、食事の方はサンドイッチと、日本便なので、東京便なので、お寿司にしましょう。あとはキッズギフトを入れて、こんなもんでいいかな。これで、どんくらいになったか。ロサンゼルスは街歩きも楽しいですけど、やっぱりユニバーサルスタジオとディズニーとかあるんでね、そこでのんびり、過ごすのもいいかなと思ってます。なのでそのね現地で遊んでる様子とかもたまーに
ートしようかなと思ってますんで、もしよろしければツイッターの方も覗いていただければ嬉しいなと思います。では早速ですね、ちょっと路線のロサンゼルス便の状況を確認しておきましょう。おっと、エコノミーの搭乗率が 7% か。これは低いな。運賃をもうちょっと下げた方がいいかな。もうあとでも 2,3 ヶ月送ってみて状況を見ましょうか。東京ロサンゼルス便ってそれなりに需要があると思うんですけどね。ここではあんまりこのワンダーエアーが利用されてないだけなのかな。もう一度あれからターンを送ったので路線を確認しましょう。ファーストクラスは 100% の搭乗率になってるけど、エコノミーがやっぱりちょっとよろしくないね。というわけで、少しエコノミーの運賃を見直した方がいいかな。これだとエコノミーの運賃をちょっと下げましょう。これでどうなるか。やっぱエコノミーの搭乗率が 70% くらいはないと、ちょっとその赤字路線的な感じになっちゃうんじゃないかなと思うんで、さあ運賃を2割ぐらい大幅に下げたので、これでどうなってるか。改善してればいいけど、おお、だいぶ改善してきてる。これでちょっと様子を見ましょう。でさらに今後ね、必要であれば値段を下げていきましょうか。ビジネスクラスが 70% でファーストが 100% なんですね。エコノミーをもうちょっと上げるか下げるかは検討していきたいと思います。というわけで、今回はね、ちょっとその楽園都市的な、男の楽園都市的な話が全然できていないんですが、また、続きは男の楽園都市をご紹介できればいいかなと思いますんで、引き続きこのエアタイクン4の方もお楽しみいただければ嬉しいなと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。